春アニメの人気作品教えます。ということで今回は世界で評価された2023年春アニメランキングトップ10、今期春アニメが始まって2週目の世界評価ランキングということで、いつも通りランキングの方を見ていきながら注目作品について話していきたいと思います。今回のランキングの印象としてはランキングの変動がかなりありました。あの期待作品が上位に食い込んできたり、続編から新作まで上位に食い込んでくる新作も多くて、かなり見応えのあるランキングとなっていますので、最後まで見て参考にしてみてください。今回もいつも採用しているアニメトレンディングのランキングの第10位から第1位まで一つずつ発表して、それぞれの感想なども踏まえて話していきます。この動画がよければチャンネル登録、高評価お願いします。それでは本編です。第10位、この素晴らしい世界に爆炎を。第9位、マッシュル。第8位、君は放課後インソムニア。このスバ先週8位から10位にランクダウンというところで、ランクダウンはしていますが、このスバは今期安定でトップ10入りするような作品になりそうですね。この作品は角川スニーカー文庫より刊行中の大人気世界コメディ、この素晴らしい世界に至高校のスピンオフで、めぐみとカズマたちが出会う前のストーリーになります。アニメーション制作会社が、スタジオディーンからドライブに変更されたんですが、3期も決まっていることもあって、スタッフに関してはほとんど変わっていない形になっています。なので今までと同じ、コンスバは楽しみましたので、特に問題はなかったです。実際に見てみた感想としては、コンスバ節全開のギャグがツッコミほとんど不在の状態でかましていく感じですかね。これはコンスバファンに刺さる内容だったので、かなりおすすめです。マッシュル2週連続9位にランクインということで、この作品も安定感がすごいですね。こちらジャンプの作品で、魔法が存在する世界が舞台で、そんな世界で筋トレに励む主人公が、魔法学校に入学するところから始まる、筋肉×魔法の独特な世界観が繰り広げる、アブノーマル魔法ファンタジーになります。魔法界を舞台に繰り広げられる、個性豊かなキャラクターたちの友情や戦いと、シュールなギャグによって生まれるギャップが魅力の作品になります。これもジャンプ作品であるんで、要素をよく考えたら海外人気が高い作品の条件は満たしてるんですよね。なので豊作な根拠の中だと現状少し埋もれて話題になっていない印象もありますが、しっかり内容としては面白い作品なので、まだ見てない方はぜひ見てみてください。君は放課後インソムニア、先週10位から8位にランクインということで、これは予想外でしたね。この作品は根拠の中でも作中の雰囲気がズバ抜けていいんですよね。この作品のストーリーは不眠症に悩む高校生の男女が出会い、そんな2人は秘密の場所を共有することになるところから始まる青春恋愛作品になります。不眠悩む高校生が知り合い、夜の散歩を楽しんだり、天文部で星の写真を撮ってみたりと、眠れない寂しさをつなぐ少年少女の出会いはボーイミーツガールとしてすごく魅力的ですし、この夜の雰囲気から物語まで一夜からすごく楽しみましたので、今後の明日に関しても楽しみですし、期待しています。第7位、鬼滅の刃刀鍛冶の里編。第6位、スキップとローファー。第5位、山田君とレベル999の恋をする。鬼滅の刃先週5位から7位にランクインということで、鬼滅の刃相変わらず圧倒的人気なんですが、鬼滅は序盤では上位に食い込んでないというところで、意外と思った方もいるかもしれません。ただ鬼滅の刃はどのストーリーも中終盤から一気に盛り上がる、そういったところがあるので、ストーリーの盛り上がりとしては中終盤からが本番かもしれません。鬼滅の刃今回の3期は放送前から相当期待されていたその2期作で、それもテレビ放送に先駆け刀鍛冶の里編第1話が映画館で鑑賞できるワールドツアー上映、鬼滅の刃上限集結、そして刀鍛冶の里へ、こちらが上映されていたということで、制作サイドの気合も放送前からかなり感じられましたし、期待値もさらに高まっていますね。アニメの内容は今回の刀鍛冶の里編は無限列車編の倍近く、遊郭編と同程度のボリュームがある物語といった感じで、ストーリーの内容は遊郭編で上限の6牛太郎との戦いに勝利した炭治郎が失ってしまった日人と再び手に入れるために刀鍛冶たちが住む里を訪れるというストーリーになります。今回から主要キャラクターが数名入れ替わって、新たな柱とその過去にスポットが当たったりと、見どころはかなり多いので、今後もすごく楽しみです。スキップとローファー6位にワンランクアップということで、これは原作が好きな作品ということもあって、また上位に入ってくれて嬉しいです。この作品は石川県の片田舎から上京してくる変わった女の子が、失敗をしながらもその素直な性格と天然ぷりで周囲を変えていくスクールライフコメディで、特に第1話はこの春の季節にふさわしい、そんな最高の1話でした。新しい環境に胸を高鳴らせながら、主人公が新しい街を走る姿から新たなクラスメイトと話すところまで、この作品の等身大の青春を感じられてすごく良かったです。アニメーションとしても絵作りがすごく好印象でしたし、非常に原作に忠実な作り込みだったので、これは原作ファンの方も十分に楽しめてるのかなと思います。学園青春ものやキャラクターに感情移入できるストーリーが好きな方はかなりおすすめしたいですし、このクオリティならワンクール安定して楽しめそうなので、今後もすごく楽しみです。山田君とレベル999の恋をする、5位に3ランクダウンということで、海外ではラブコメ人気が高いということもあって、ランキングの上位はありましたけど、上位を安定でキープしているのはすごいです。この作品は原作読んでる作品なので、個人的にアニメをめちゃくちゃ楽しませてもらっています。この作品のストーリーは、彼氏がネットゲーで女性と知り合って浮気して、そのまま振られてしまった女子大生のヒロインが、ネットゲーで運命的な出会いをするというところから始まる、予期せぬ自然に落ち込む女子大生と、ゲーマー男子高校生との難攻不落の恋を描いた、ネットゲーラブコメストーリーになります。こちらアニメーション制作会社が、マッドハウスで、春アニメのラブコメ枠の中でも、かなり期待している、その作品です。ネットワークゲームとリアルの世界を並行して描きながら、徐々にレベルアップしていく、二人の関係性が見ていて面白いものとなっています。実際に最新話まで見てみた印象は、クオリティがめちゃくちゃ高かったです。よく考えたら制作会社マッドハウスは、今までなんだか少女漫画作品を手掛けていて、チハヤフルや俺物語など、外れが
が全然ないんですよね。なので今回も間違いなく一定のクオリティで仕上げてくると思いますし、この先も期待を超えてきそうなんですよね。どちらかといえば恋愛の中根とイケメンなんですが、恋愛に興味皆無の山田の相性は最悪だったんですが、ゲームとオフラインを通じて接点を持つうちに2人は互いに惹かれ合い好意を持つようになっていく、そんな関係性は魅力的です。作品の系統としては少女漫画テイストのラブコメなんですけど、ゲーム好きの方や男性でも違和感なく楽しめる作品なので、ラブコメ好きの方はおすすめの作品です。第4位天国大魔教、第3位推しの子、第2位機動戦士ガンダム水星の魔女第2クール。天国大魔教4位に2ランクアップということで、この作品は今期の新作の中でもかなり人気な作品ですね。独占配信ではあるんですが、かなり口コミとかで話題になり始めてるイメージかなと思います。ポテンシャルで言ったら今期の中でもトップクラスなので、もしかしたら今後トップ3に食い込んでくる、そんな可能性もありますね。この作品は崩壊してしまった世界で、壁に囲まれた施設と壁の外側の崩壊してしまった日本、この2つの世界のストーリーが並行して描かれる予測可能な近未来 SF アドベンチャー作品になります。序盤の印象としては序盤から伏線がたくさん張られてきますので、謎は気になるところだとか、マルとキロコが廃墟を旅する、そんな世界観が好印象だったりと、いろいろな観点で見えるのが良さかなと思いました。あとはアニメーションのクオリティがめちゃくちゃ高くて、アクションシーンなんかは迫力がすごくて見応えがあって良かったです。この謎だらけの世界観とストーリー展開が魅力的に映る、そんな作品ということですごく面白かったです。今作品は今後の展開がかなり楽しみですね。推しの子3位に1ランクアップということで、推しの子は春アニメのラインナップの中でも放送前から相当期待されていた新作ですね。これは皆さんも今期の覇権だと予想してるんじゃないでしょうか。今作品はお仕事もの、サスペンス、恋愛もの、様々なジャンル要素を内包した作品で、こちらは原作の方を読んでる作品の中でも個人的に一番ポテンシャルあるんじゃないかなと思えるくらいに期待してる、その作品です。推しの子は芸能界の華やかな部分やシビアな部分双方をリアルに、そして膨大な熱量で描かれるのが特徴で、この斬新な設定と先が読めない展開がたまらなく面白いです。推しの子はこの1話のつかみが完璧だったので、そこから2話の新展開に関しても1話に見劣りせずちゃんと面白くて、これは今後ランキング1位に入ってくる可能性もありますね。原作をアニメに落とし込むのも上手いですし、ストーリー展開もシリアスとギャグのバランスも良くて見ていて飽きない印象があります。あとは2話からオープニングテーマとエンディングテーマの映像が解禁されたんですが、これも良かったですね。キャラクターの個性が細かく表現されていて好印象でしたし、サビの疾走感なんかもたまらなく好きで、僕は毎日狂ってるくらい聞いてるんですが、画面越しの視聴者さんの中でも僕と同じようにアイドルを聴きまくってる方いるんじゃないでしょうか。それくらい今期の中でもずっと頭に残り続けるその作品なので、これは今後もっとランキング上に食い込む、そんな可能性があります。水星の魔女第2クール2位に1ランクアップということで、こちらはガンダム作品初の女性主人公ということで注目を浴び、そこから怒涛の展開で多くの視聴者から支持を集めた、そんな人気作です。第1クール最終回ではスレッタやミョリネがいるプラントが2機のガンダムに押され、多くのキャラクターが大ピンチになり、衝撃展開の連続で終盤の引きに関してもめちゃくちゃ続きが気になる、そんな展開だったので、これはね早く2クール目が見たかったです。そしてそんな2クール目はもう毎は怒涛のストーリー展開で目が離されない、そんな状態になっています。水星の魔女で描かれる作品のテーマに親子の関係性というものがあって、スレッタの母でありながらエアリアルを開発したプロスペラ、このプロスペラは逃げたら1つ進めは2つといった独特の人生観を掲げてスレッタに大きく影響を与えています。そんな感じで水星の魔女は親と子という普遍的なテーマが強く打ち出されていることによって、ガンダムファンであるかどうかを問わず人を引きつける、そんな物語になったんじゃないかなと思います。第2クールはさらにこのテーマの上にガンダムらしさも出てきていて、もう前は爆弾を仕掛けてくる、そんなストーリー展開がたまらなく面白いんですよね。あとはやっぱりガンダムシリーズで繰り返し描かれているモチーフの分かり合おうとする者たちが戦争で引き裂かれる、その展開は予想できてしまいますし、その上また新たな要素みたいなもの出てきそうな感じで、水星の魔女今後もすごく楽しみです。そして第1位ジオカラク、ジオカラク2週連続1位にランクインということで、これは素晴らしいですね。ジオカラクは作風が海外受けしそうな雰囲気ですし、こういったダークファンタジーは海外層にも刺さるんで、ジオカラクは放送開始されてから一気に人気になりましたね。今作品は最強の忍びが極楽女王と呼ばれる島で不老不死の戦略を探すダークファンタジー作品になります。ジオカラクは世界観や舞台設定がまさに海外受けするようなジャンルなので、これは今後も上位に安定でランクインしそうです。ジオカラクで魅力的に感じる要素はアニメーションで、ジオカラクは刀を使った異形とのバトルアクションも多いので、アニメーション制作会社マッパの戦闘作画も期待していたんですけど、いくつか想像を超えてくるシーンもあったので、これは本格的に今後も楽しみです。実際に最新話までを見た感想なんですが、どの話数もアニメーションとしての魅力が最大限に発揮されていてすごく良かったです。それも1話なんかは作画監督は12人で、作画の補佐が8人、そして原画を担当されている方もかなりいて、もはや劇場版規模の制作スタッフが携わっているアニメということで、導入のストーリーからアニメーションクオリティまで完璧なんじゃないかなと思います。この地獄楽はスタイリッシュな絵柄と聖書をテーマとした深い世界観に一気に引き込まれますので、アニメ化でさらに人気が出るんじゃないでしょうか。こちらもねかなり期待しています。以上が世界で評価された春アニメランキングトップ10になりました。今期春アニメも続々と放送されて、今後ランキング推移に関してもすごく楽しみです。皆さんの期待している今期春アニメなどもあればコメントで教えてください。今後も世界評価ランキングの動画は毎週アップしていきますので、この動画がよければチャンネル登録高評価お願いします。それではまた次回のご覧しましょう。バイバイ。